皆さんこんこにちは人生生年時代生き方改革提唱者のマダム・ホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳までバリバリと現役で働く世代となります。その理由の一つに長寿ということがあるんですけれどももし皆さんが60歳65歳で定年退職をして100歳まで生きるとすると定年退職後の35年から40年間 その生活費を賄うだけでなく医療費また年を取ると歯が悪くなりますから歯の治療費などそういったものを賄うだけの貯蓄があるかまたは私のようなえ投資とかまたは副業兼業とかから来る権利的収入 または、労働収入などが必要になるんですね。そういった意味で、私たちは八十歳ぐらいまで働くということで、人生設計をやり直さなければいけません。そして、おかげさまで、この一年間やっているフェイスブックライブも、多分、あと残すところ三十日ぐらいになりましたということで、今日から、まあえーっと、今日からじゃないですね。一、えー、月の日本時間は二十二日、アメリカ時間は二十一日から。 30日間であなたをちょっとだけ変えてみようということを提案していますまあ30回のシリーズでやりたいと思っていますで、これはなぜかというと私たちは習慣の動物です変わりたい変わりたいと思っても実はあんまり変わらないっていうのが人間なんですねそれとか人のご縁いい人と出会いたいご縁ご縁と言いながら結局この人と会いたいか会いたくないかっていうのは皆さんの心の中の 価値観優先順位が決めてるわけですだからご縁をご縁をって口で言いつつ会わないっていうことはその人に会いに行くよりもそれよりも私にとったら大事なこと家の掃除とか洗濯とかそっちが大事だということを心が決めているわけなんですねまあ、そういった意味で皆さんの人生劇的には変わらないと思いますが毎日ほんの少しずつちょっとだけ変えてみようということでやっていると多分このシリーズが終わる30日後には皆さん 何か結果ととしてて変わっていると思います。そういった意味で今日は3日目なんですけれどももしこの動画が役に立った面白かったみんなに伝えたいと思ったら Facebook で見てていい。る方は、シェアしてくださいまた YouTube で見ている方はこの辺りに「えー、登録」「チャンネル登録」「サブスクライブ」のボタンがあると思いますからそちらの方で、えー、チャンネル登録をしてくださいね。ということでまず 2日前このシリーズの初日に皆さんにはシャネルの赤の口紅ということをお話しとしました。早速 多くの方がシャネルのお店に行って口紅を買ったようですで私のはこれはあのずいぶん前本当にずいぶん前なんですけどパリに行くと大人買いをやるんですねそれで大体お友達とかにも分けたり特に気に入った色っていうのは本当に大人買いをしてずっとつけてるのが私なのでまあ、このカラーの色っていうのはこれずいぶん前 ですねそういった意味であの今週おととい私の動画を見てシャネルの店頭に行った方はうん今年の赤のはなんか73番とか,なんか70番台らしいんですけどやはり大人の女性自分に自信を持つということでこの赤の口紅っていうのはすごく皆さんのマインドセットを変える上で。 お手軽ない,い方法それでその早速買いに行った方からのメッセージをいただいたんですけれどもその方は大阪の方なんですね。で皆さん関西の方はぜひ大阪梅田 JR 大阪駅の真向かいにある阪神デパートのシャネルのお店に行ってください。何があるかっていうとその方のご報告によるとそこの阪神デパートのシャネルで口紅を買うと。 あのいつもねこうあの店頭の方が箱を開けてこうやってキャップを開けてこうやって出してお客様この色で間違いないですよねとかって言いますよね。私あれされさるのすごく嫌なんですなぜかっていうと私は潔癖症なのでせっかくまっさらなを買って自分で箱を開けたいわけですね。それががお店の人がこの人こ箱を開けて こうやってご丁寧にここをこうやって回してこの色ですよねって言うともうあの化粧品カウンターの方っていうのはとにかくいろいろこうやってファンデーションとかクリームとかこうやってこうやってしてベタベタタ触ってるんですだから普通の人よりも油分がいっぱいついてるんですね。その汚い汚いいい手でごめんなさい 私潔癖症の私から見ると汚いんですそのベタベタのいろんなものが混ざった手でこう箱を触るだけでも嫌なのにキャップをを開けけてここを触るわけですよねそうするとその方の指紋がベタベタついて絶対に潔癖症の私は許せないわけですよだから私の場合は「ああ触らないでください!」触らないでって言うんですね。ももし色が間違っっててて後になって 返品交換来ないからとにかく触らないいかかららとにくく触でれ私はもうこの箱このままでか持って帰りたいということをしっかり言うんです特にシャネルの箱とかでこの黒のエナメルっぽいと本当にね指紋のベタベタがつくんですよねもうそれが私には我慢できないせっかく私はサラで買ったのにもうあなたのこのベタベタがついてこれ嫌だっていうことを はっきり言うでもこれも最近になって言えるようになったんですよやっぱり最初は「ああ!」とかって思いながらベタベタのもう私から見たらなんかだからそのパリとかに行くともう大人がでこれボンと買うから開けないでって言うしヨーロッパの人は開けないと思うんですね。それで何を言いいたたかったかっというとう 普通はそうなんですよ。どこの店頭に行っても、まあ、どこの化粧品メーカーに行ってもそのベタベタの汚い手でこうやって開けられて向こうにしたらこうやって開けることによってあなたが返品交換に来ないことを多分確定するようにマニュアルで言われてるのかなと私なんかは逆に勘ぐっちゃうんですそこまでやられるとね。でこのの話を梅田の阪神デパート、シャネル展 チャネルの化粧品カウンターに何をするかというと、同じことをするんですが、その方の報告では、白い手袋をして、お分けになるんだそうです。すごいと思いません白い手袋をして、お分けになる。ということは、ここに、その担当の店員さんの指紋がベタベタつかない。これっていうのは、やっぱり、 同じリップカラーでもシャネルは高いわけですよね。ああいうコンビニのカラーとか、ティーンイジャーの買う安物のブランドと比べて。高いわけですから、それなりの。雰囲気を出しているわけですね。白い手袋。それとか例えば、まあシャネルとか、エルメスとか。ルイヴィトンのハンドバッグを買いに行くと、やっぱり店員さんが手袋をして、こうやって見せてくれたりしますよね。そこなんです。 だから今日何を言いたいかというとちょっとだけあなたを変えてみようということであなたがシャネルの口紅だだとしてくださいそしてこの大阪梅田にある阪神デパートの店員さんと同じようにあなた自身を扱う時にこのベタベタの汚い手でバタバタ扱うんじゃなくてあなた自身を綺麗なそれもシルク絹の手袋で あななた自身を扱ってほしいこれが今日のテーマなんですねだからもうちょっと具体的に何を言うかっていうとやっぱりお洋服から入りましょうあのもちろんまあ予算とかあると思うんですがあんまりねペランペランの安物のファストファッションあのもちろんユニクロは私はあのユニクロのヒートテック好きですけれども。 もっと他のブランドで安物のブランドありますよね。そういうペランペランの、もういかにも河川、いかにもっていうものを、あなたには着てほしくないんです。あの、量より質ですね。やっぱり自分を大事にするっていうことは、量より質で、こう、いろいろと組み合わせができる。で、私なんかもこうやって、今、特にこれから最後の32時間は毎日。 違ううお洋服ででで皆さんのの前に出ようとこれあの新年の抱負で決めたんですねやっぱり自分を大事にするっていうことは自分にいいお洋服を着るで私の場合クローゼットにいっぱい高いお洋服があるんですけどついつい着心地のいいものとか気に入ったものを着てるのでこの365日でも結構同じ服、うん、5回ぐらい 気に入った着心地がよくて自分で似合うと確信を持っている服着てて出てるんですけどやっぱりそれをやめようと思ったんですねもう家中になんか100着ぐらいお洋服があったら毎日毎日特え引っ替え着てもいいかなと特にこれから30日間は決して同じものを着ないと。 いうことを決めてるこれはなぜかっていうと私自身を大切に扱おうその私自身を白い手袋をして指紋をベタベタつけないで扱ってみようかなって思いましただから皆さんにも言いたいのはまず2日前の1日目赤の唇にしましょうって言いましたよね。そしてあの昨日も皆さんんにまたた何か言ったわけけなんですけど ああの私は女優っていいうことを言いましたよねそしたら今日3日目この梅田の阪神デパートシャネルのコスメティックカウンターの店員さんと同じでもしあなたが「私は女優?」って思うのであれば女優さんがそんな汚いもうパンツのゴムの伸びたような。 スウェット着てますすかということなんですねやっぱり心がけて女優さんっていうのはいつどこで人と会うかもしれないちょっとそこまでネギを買いにちょっとそこまでお味噌汁を買いにあお味噌を買いにといってもどっかでばったり人と会うかもしれないまたはコンビニにいる時にこうなんか投射されてそれが映るかもしれないわけですから常にそういうことを考えてまあ綺麗にやりましょう。 あなた自身を白い手袋をして扱ってくださいっていうのが今日のメッセージです。はい、では皆さん、また明日ちょっとだけ変えてみましょう。それで、あのもっとこういうお話に興味のある方は、来月東京と大阪でセミナーをします。東京は2月17日、日曜日の午後。あ、いっこさんありがとうございます。そして大阪の方は、 2月25日月曜日これはディナーセミナー初めてなんですね私ディナーセミナーってするのいつもは大体いいランチセミナーなんですけどやっぱり今までとやったことをないことをしようと今年は心に決めましたから大阪はディナーセミナー一方の東京はそういうお食事がない本当にセミナー90分セミナーっていうようなことでやりますのであのぜひお時間の空いてる方は、えー、私のサイトマダム h o .com からお申し込みください。 では、また皆さん、明日、ちょっとだけ変えてみましょう、というセミナーやります。はい、シリーズでやります。じゃ、あまた明日、ごきげんよう、さようなら。